やったー、めっちゃ久しぶりのディズニーやから嬉しい。しかもクリスマス期間ということで、クリスマスのミッキー見て、可愛すぎる行こう今日はね、後輩ちゃんと来ております。なのでカメラマンも後輩ちゃんがやってくれております。もうお腹すいたから、でもさっきカチューシャ買いに行きたいね。そうですね、ちょっと飾りをつけに行きます。行きましょう。イエーイかわいい、テンション上がる、めっちゃテンション上がる。しかもさ、美女と野獣も行きたいしさ。どうしよう、携帯でやるんですかね。皆さん、こんにちは。こんにちは。さあ、一緒に出かけよう。笑顔あふれる夢の世界へ。美女と野獣のエントリーします。どれがいい？ご飯食べて行こうか。周りでもやってる人いっぱいいるもん。本当だ、戦いですね、これ。うん、スタートにした。手配できませんでした。やだ、違うやつ。ベイマックスのハッピーランドは、なんなんやろ、ベイマックス。これも無理やった。倍率が高いんですかね。ミニーちゃんは？ミニーちゃん。ミニーちゃんいない。無理。ドナルド。全滅。でも美女と野獣エリア行っちゃいましょう。行こっか、とりあえず。まあ、何も乗れないけど。そうだ、話フィーちゃんもマスクして、あ、本当だ、かわいい、かわいい、かわいい。こんにちは、シンデレラです。ようこそディズニーランドへ。ママディズニーからも見てるよ。さあ帰るからね、後でね。今からちょっと食べてみたかったチキンサンドを食べに行きます。チキンサンドが待ってる。ダウンタウン、
見たかったの。見て、手、手になってるよ。すごくない？クリスマスっぽい。食べてみます。おいしい、これめっちゃおいしい、うん、おてて、かわいい、かわいい。ついてないかも。お父さん、ショック。めっちゃタイミングが。そういうことなんで、もう行きます。ロードスターに行きます。5分待ちやったから。やった。今日はご飯先食べたから、まだ何も乗ってないもんね。とりあえずロードスター。え、絶叫系大丈夫ですか？コースターはいける。スペースマウンテン。彼氏目線です。彼氏目線。もう足痛い、疲れた。休憩しましょう。この後休憩したいな。見て、リトルグリーンマン。食べたら中からイチゴが出てきた。おいしい、面白い、うん、あれ乗ってきた、スペースマウンテン。面白かったです、うん、待ち時間は30分でした。ちょっと休憩して、美女と野獣のあるお土産屋さん、美女と野獣のお土産屋さんに行きます。伸びてる。あたらさ、しょっぱいさ、塩のポップコーン食べたくなる。ポップコーン屋さん行かない？え、行きましょう。美女と野獣行って、ポップコーン買って、怖いとこ。ホンテッドマンション。ここ、うん、行きましょう。で、ホンテッドマンション行って、ワッフル食べに行かない？あ、行きましょう。めっちゃ先の予定まで決まるっていう。予定立てたら早いな。わかります。私も決めたい派でした。あ、もう美ちゃん何アイス？あったかくなってきた。うん、結構あったかいっていう。暑いですよね。天気がいいですね。美女と野獣見た？映画見ました。塩味。見て、シンデレラ城。塩味が一番好き。2番目はキャラメル。3番目は何？なし。あ、でもバター醤油とかも好き。寝たい。眠い。眠いですか？寝ます？どっかで。ホーンテッドマンション行こう。行きましょう。行こう。もう朝から来てる。楽しいからいいですよ。そんなの探し方です。普段ディズニーと
半ぶりぐらいに来ました。ランドとシーどっちの方が行きます？シーの方が好き。クッキーちゃんとか、ダッフィーとシェリーメイちゃんとか、あの、クマあたりが可愛いから。今日さ、最初に美女とやつ外れた時点で、シーにすればよかったってめっちゃ思った。けどあんまり見ないですか？行けたら行きたいけど、パレード並んで見たこととかない。どんなアトラクションが好きですか？タートルトークが一番好き。当たったらどうしようっていうドキドキ感。当たったことないけど。手とかはあげないですか？手もあげます。であげるから当たったらどうしようってめっちゃドキドキする。あとはタワーオブテラー全部 C。 そうですね、私も C 好きです。でもあれ今日楽しかった。暗闇の中を高速で行くやつ、スペースマウンテン。そう、スペースマウンテンめっちゃ楽しい。3番目ぐらいにスペースマウンテンが。食べよう。食べましょう。いただきます。めっちゃ暗くなってきた。チュロス買った。見てこれ大好き。今からスプラッシュ並ぶぞ。最後やな。そうですね。景色見るの好きやねんな。スプラッシュに乗って綺麗ですよね。スプラッシュマウンテンめっちゃ濡れた。びしょびしょ。もう帰ります。はい、お土産買って帰ります。はい、結構楽しんだ一日。楽しかったですね。キラキラ。バイバーイ。